ご視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーですえ。本日は先ほど発表されたばかりの新製品、こちら。じゃーん。見えますでしょうか。DJI マイク2というワイヤレスマイクをご紹介します。箱はこんな感じです。 今回システムファイブさんから発売に先駆けてこちら DJI マイク2をお借りすることができましたありがとうございます説明欄に購入ページの URL を掲載しておりますこの動画を見て DJI マイク2気になったとっいう方はぜひそちらから詳細を確認の上商品の購入をご検討ください掲載しているリンクはアフィリエイトリンクになっておりますが他に動画制作に関して報酬は一切いただいておりません 今月中には返却しなければいけないお約束になっていますので返却後自腹でこの DJI マイク2購入する価値があるかどうかしっかりシビアにレビューしていきたいと思いますちなみにこの動画の音声は今胸元につけている DJI マイク2トランスミッターの内部収録の音声をベースにお送りします動画のの中でこのトランスミッターを触ったり 付け替えたりすると思いますがあえて編集でそういった部分はカットせずにお届けしますのでそれも含めてぜひ参考にしていただけると嬉しいですこのチャンネルは音楽愛好家音楽制作家の皆さんに向けて音楽に関する様々な動画をお届けしているチャンネルですチャンネル登録5万人を目指して頑張っていますもうちょっとで4万人ですこれからも有意義な動画有益な動画どんどんアップしていきますのでぜひチャンネル登録をよろしくお願いします この DJI マイク2はビデオカメラやスマートフォンに接続して使用することを想定したワイイヤレスマイクです2022年5月に発売された DJI マイクという製品のアップデート版になりましてこの手のワイヤレスマイク今ではさまざまなメーカーからリリースされており DJI マイクは販売サイクル的にはやや後発組 に分類されると言えるでしょうその分この DJI マイク2も主だった機能っていうのを全て搭載した後発の強みを生かした製品になっていますまずはじめに製品のラインナップをご紹介します僕がお借りしたのは DJI マイク2のトランスミッターが2つ今胸元につけているのとこのケースに入っているものそしてレシーバーが1つと充電ケース その他アクセサリーがセットになった全部入りのものですこちらがメーカー希望小売価格税込み52,800円となっております今回はこの基本セット全部入りのものだけでなくトランスミッター一つにレシーバーが一つっていうミニマムな構成のセットが税込みで35,530円トランスミッター単体でも販売がありまして こちらはカラーが2色この僕がお借りしているブラック基調のものだけでなくパールホワイトというカラーもありましてそちらが単体で1 6,060円で充電ケース単体での販売っていうのもありましてそちらが税込1 1,220円それらが同時に販売されますこの DJI マイク2実はですね昨年に発売された えー、DJI の o ズ m o ポケット3という、えー、ミニジンバルカメラ Vlog カメラ、えー、これにですね一つだけトランスミッターがよいしょついてましてもうこの DJIOZMO ポケット3を購入した、えー、持っているって方は、えー、DJI マイク2のトランスミッターは、えー、使っている持っている そんな方も多いと思うんですね。で、一つのレシーバーに接続できるトランスミッターは最大2台なので、この Osmo Pocket 3を持っている人がこちらの DJI マイク2全部入りを購入すると、トランスミッターが一つ余ってしまうんですよ。そういう人はミニマムな構成の方を追加購入するっていう形でも良いかもしれません。 ちなみにトランスミッターのパールホワイトのカラーっていうのは単体で購入しなければ手に入らないという形になっています。いきなり苦言と言いますか、まあ、商売だから仕方ないかなと思うんですけれども、レシーバー単体での販売っていうのがないのがいやらしいところですね。僕のようなオズモポケット k e t 3ユーザーがトランスミッターを一つずつ別の色にしたいと、黒一つ白一つで使い分けたいっていうふうに考えた場合に、 どういう組み合わせで商品を購入してもやっぱりトランスミッターが一つ余ってしまうんですよでは内容物をご紹介します製品はアクセサリーも含めて全てこちらの専用のキャリングバッグの中に収納されてでこれがこちらの箱に入って販売されておりますこちらの専用のキャリーバッグはオズモポケット3の専用のキャリーバッグこちらと比べて まあ一回り小さいサイズになってますでこのキャリーバッグはフルセット全部入りのセットのみに付属しますでキャリーバッグの中にはこちらの充電ケースで充電ケースの中にトランスミッターが2つとレシーバーが1つさらにスマートフォンに接続するためのアダプターがライトニング端子のものと USB-C 端子のもの1つずつ入っていますそしてこのキャリングバッグの中に カメラに接続するための3 5ミ、mm、リの TRS ケーブルそしてトランスミッターにつけて使用する専用のウィンドスクリーン2つ入ってますそして充電用の USB タイプ A to タイプ C ケーブルが1本入ってますこちら別のケーブルで充電しているのでまだ使ってません それでは製品の主な特徴をご紹介していきますここからは DJI マイク2にウィンドスクリーンをつけて喋っていきますウィンドスクリーン装着しますはい装着しましたまず高音質の音声収録まあ音質に関しては他社製品との相対的なものにもなりますし聞いて判断してください続いてインテリジェントノイズキャンセリング トランスミッターの電源ボタンを1回押してでレシーバー側の設定を有効にすることでノイズキャンセリングをオンにすることができます続いて32ビットフロート内部録音今流行りの機能ですね、まあ、ちゃんと説明しようとするとすごく難しいんですけれども後で音声を編集する時の柔軟性っていうのが飛躍的に向上し突発的に大きな音量がマイクに入った時や全体の音量が小さい時 にうまく編集してやることで音質の低下っていうのを防ぐことができるとお考えくださいトランスミッターの中には 8GB の内蔵ストレージっていうのが搭載されており24ビットの音声を14時間録音することができますではここで今横向きにシャツにクリップでつけているマイクを胸元のポケットにつけてみたいと思います このマイクの微妙な方向の違いでどれぐらい音声が変わるかご確認くださいえ続けますえ3つの録音モードえートランスミッターを1つ使用した場合えトランスミッターを2つ使用した場合で LR のチャンネルをうまく活用することでえ3つの録音モードで録音することができますそれではえここからは製品の操作性に関するえ特徴をお伝えしていきます まず接続性ですね先ほども紹介しましたけれども USB-C と Lightning のアダプターが付属してきますのでこれらを使用することでスマートフォンに簡単に接続して使用することができます。でこれめちゃくちゃありがたいんですけれどもレシーバーを接続したままスマートフォンの スピーカーから録音した音声を確認することができます。どういうことかっていいますと、レシーバーに、まあ、僕は今 iPhone の15を使っているので、この USB-C のアダプターをつけて、こうやってちゃんと接続しますと。で、これでトランスミッターとレシーバーをペアリングして、音声を録音しましたと。で、DJI マイク2の音声を収録した。 動画っていうのをじゃあ確認しましょうよっていう時にすぐにこのスマートフォン側のスピーカーから音を確認することができるんですよ。でこれえっとレシーバーの方にイヤホンの端子っていうのが出力端子っていうのがついてましてこのレシーバーをスマホにつけると音声がこっちに持ってかれるっていう製品が結構あるんですね。でまあどっちがいいかっていうのは人によるとは思うんですけど僕は このスマホのスピーカーからパッと音を確認できるって仕様の方がすごくありがたいんじゃないかなと感じていますただこの音声出力の切り替わりについての仕様っていうのはまだ検証しきれてない部分がありますのでまた後日動画で詳しくご紹介しようと思います続いてレシーバーなしで使用できるこれはトランスミッターとスマートフォン アクションカメラなどを Bluetooth で接続して使用できるということです。そして、えー、この機能もねめちゃくちゃいい機能だなっていうふうに個人的には思ってるんですけれどもカメラの、えー、電源のオンオフとこのレシーバーの電源のオンオフを同期させることができるんですよ。どういうことかと言いますとこのレシーバーをじゃこちらのソニーの ZVE10 に 接接続続しししししたたとままょうはいあらかじめレシーバーの方を設定してあげるとカメラの電源を入れるのと同時にはい今分かりますかレシーバーの電源もつくんですよ。でカメラの電源をオフにするとレシーバーの電源も落ちるんですね。 ここ同期させることができるんですこれめちゃくちゃいいですよねで続いてレシーバーゲインチのプリセットっていうのが用意されてます、えー、こちらですねまあ詳しくはまた別の動画で紹介しますがソニーの何々のカメラのプリセットみたいな感じでカメラの機種名っていうのでたくさんプリセットが用意されていてそれを選ぶことでカメラ固有の入力の原因に合った 設定に簡単に変更することができるということです。で、えー、充電ケースにはえ18時間動作できる分のバッテリーっていうのが搭載されておりトランスミッターとレシーバーはフル充電で6時間動作できるそうです、えー、結局ケースをフル充電した状態でトータルどれぐらい使用できるのかっていうのは計算がよくわからないんですけれども、まあ十分ですよね。dj マイク ii の主なパラメータはご覧の通りです。 旧 DJI マイクとの比較はこんな感じです。それでは数日使ってみたファーストインプレッションで良いと感じたポイントと気になるポイントをお話ししていきます。ここからはこのトランスミッターを手に持って、まあティックトックスタイルっていう感じでしょうか。これで距離も微妙に動かしながらおしゃべりしていきたいと思います。 まずは良いと感じたポイントトから各種機能のアップデートですね僕は長らくこの手のワイヤレスマイクの先駆け的な某社のワイヤレスマイクっていうのを撮影に使用してきたんですけれどももう発売から4年以上経っていた製品で今の世の中に出回っている最新の製品と比べるともう何の機能もないっていう感じだったんですね。 そろそろ買い替えたいなっていうふうには思ってたんですけれどもこの DJ マイク2っていうのは一通りの機能が網羅されていて旧機種からの乗り換えであればもう全く不満は感じないんじゃないかなっていうふうに思いますで良いと思ったポイント2つ目が先ほどもご紹介したカメラと同期した電源オンオンフです僕は室内で YouTube の撮影をする時に使うっていうのをメインで考えてるので基本的にはレシーバーは メインのカメラにににけっぱななしにすするることになると思いますでカメラの電源とレシーバーの電源を個別にオンオフする必要がないっていうのはすごくうれしくて特に電源を切るのを忘れてしまって次使う時にバッテリーがなくなっちゃうみたいなことよくあったのでそれを防げるっていうのは大きいかなと思います次に気になるポイントをお話ししていきます一つ目が充電ケースが意外と大きいっていうところです え僕この手の充電ケースが付属しているワイヤレスマイクっていうのを今まで使ったことがなかったのでまあ箱を開けてこのキャリングバッグを開けて充電ケースを取り出した時に絶対的な感覚としてあ結構大大ききいいいなななっっってて思たたんですね重うに感じましたまあ自分が使うシチュエーションっていうのをイメージした時にこの充電ケースごといろんなところに持ち出すのが楽なのか。 それともトランスミッターレシーバーを単体でちっちゃいポーチとかに入れて持ち出す方が楽なのかどうなのかなってちょっと分かんないなって感じですでこの充電ケースにはウィンドスクリーンを装着した状態のトランスミッターっていうのは収納することができないんですねこれがちょっと惜しいなっていう感じでウィンドスクリーンを使う場合にはこの充電ケースに入れた一式 のえーまあ、トランスミッターレシーバーとは別にウィンドスクリーン持ってかなきゃいけないんですよこのちっちゃいやつをで一緒にしまうっていう場合にはこの大きさのキャリングバッグっていうのを持ち歩かなきゃいけないだったらウィンドスクリーンをつけたままの状態のトランスミッターを単体で持ち歩くと、えー、そういう形をとってもいいのかなで、えー、充電ケースは自宅での充電用ドック として割り切って考えてもいいのかななんていうことを思いました。でとなるとですね僕はもう DJI のオズモポケット3に、えー、ついていたトランスミッターっていうのを一つ持っているのでじゃあ購入するんだったらトランスミッター1レシーバー1のミニマムなセットでもいいのかな、まあ、購入の選択肢が多いっていうのはすごくいいことなんですけれども価格設定がどれも絶妙でして。 かなり悩ましいなと思いますえそしてもう一つ気になるポイントが音質の良さっていうのはちょっとまだ分かりませんでもこれはね他社製品とかあとは別の収音方法、えー、との比較になってくるのでもうちょっとじっくり使い込んでみないとわからないですねえ皆さんは今回の動画の音声どう感じましたかいかがでしたでしょうかえー、しばらく DJI マイク2のテストや、えー、レビューの動画っていうのを続けて出そうかなと思ってますので 検証してほしいポイントとかあとは機能についての質問がありましたらコメントでいただけると嬉しいです最後までご視聴いただきありがとうございました皆さんのコメント、チャンネル登録、高評価が動画制作の励みになっておりますどうぞよろしくお願いしますありがとうございましたまた次の動画で